で問題は次のところでまあとりあえず「Why should we not to, try to learn how to die?」で「l e a r n の目的は「How to die」ですね。まあ「How to learn なんちゃら」の内容とかはまた後で話してもいいんですがさて問題はですねもう一点疑問文の話です。ね。まあこれも当たり前のことなんですが。え疑問文があれば。<coughs> え直後に答えがありますねでそんなん決まってですかとおっしろ決まってますそれからねこういうこと言うとねそれは英語の参考書をドキドキ開いても出てこないんですけどどうしてでしょうかという人がいるんですが当たり前です英語の参考書にこれが載っているはずはないんです何でかってこれはユニバーサルなルールなんですよ何語でも同じなんですね英語だろうがドイツ語だろうがフランス語だろうが中国語だろうが日本語だろうがかけてもいいけどスワヒリ語でもウルドー語でもそうなってるんですよでなんでこれ当たり前だからなんですよねっ 疑問文言ったら答えをそこに言わないと話にならないんですなんでかってあのね文章ってのはさ、ね、一種の一人芝居みたいなもんですよ今こうやって私がここで喋ってるのも一種の一人芝居だよねでそういう最中に疑問文投げることあるんですよ、ね、でも例えば私が疑問文投げてねいいねよく私がよく投げる疑問文は何かっていうと「分かった?」っていう疑問文「分かった?」って投げてもそこにはただ風が吹いているだけなんですねここはキャベツ畑で誰も何の返事もしてくんないんですよさあねっ で、そうやって読者は答えを言ってくれません。いいいくらあなたが文章を書いているときに疑問文を投げても、読者は答えを言わない。当たり前ですね。これ、読者が答え言ったらかわい怖いですよね。だって作者がこう夜中にタイプライターで文章を打っていてさ、自分で疑問文を書いてなんとかだろうかとか言ったら、どっからともなく、そうだよとか。怖すぎますよね、それ。オカルトです。ね。じゃあね、何も答えなんか言わなくたって、そのまま先に行けばいいじゃないかっていう人。そう あのね、いい誰かが喋っている時そいつが疑問文を言ってその後答えを言わないまま先に言ったらね絶対読者は納得しないよ例えばね私が授業のお芝居にさ「ねいいい、ね、今日の授業はこれで終わりです」って言ってところで皆さん皆さんはこれから一体どんな勉強をしていけばいいんでしょうかではさようならおいちょっと待てと思うでしょ <laughs> さようならじゃなくてお前その答え言ってから帰れよと思うでしょ、ね、読者ってわがままでね 自分では絶対答えを言わないんですが相手が答えを言わないまま先に行こうとするとおいちょっっと待てって言うんですよだから作者としては疑問文を言ったら必ず答えを直後に言わなければいけないんですね。えー、これはもう基本的ななメカニズムなんですよインバーサルにでとはこれ言うとだってそんなこと言ったって、ね、答えがないやつだってあるよ。答えのないやつがあるじゃないかそう 答えのない疑問文もありますねその場合それは疑問文ではなくて反語なんでしょういいだからね疑問文は直後に答えを持つという考え方はとても大事なんですなぜかというとそれがなければ「反語だと判断ができるからですねいいねでついでに言っておくとこれが疑問文と反語の見分け方ですよ。ねいい で疑問文と反語を見分けるには直後に答えがあるかないかですこれも英語だけじゃなくても現代文でもそれから古文でもいや場合によっちゃ漢文でも使えますね何をやっても同じように使えるんですよねでそういうことね、まあ、こうやってちゃんと実のある勉強しないとねそうあの昔どっかの参考書を読んでびっくりしたことがあるんですかねある参考書にこう書いてあったんですよ疑問文と反語についてこういう記述するその参考書を作る方も作る方だけどそれ買ってくる間抜けも間抜けだよねそこにはこう書いてあったの疑問文の中には。 単語になるものもあるから注意しよう。どうやって注意するの？お前それってさ。キノコの中には毒キノコもあるから注意しようと言ってる。のと同じでどれが毒キノコなのか教えてくれなきゃ注意のしようがないでしょ。ねえ、世の中、そういう真ん中の参考書が溢れてるよね。注意しろだっ,って。どうすりゃいいんだっつうの。つるをね。だからこれが疑問文と反語の見分け方ですよ。 で今これが「なぜしないのですか?」っていう疑問文だとすると直後に「こうだからしないんです」と理由が書いてあるはずなんですがこの文章ここで段落が変わって次には全然関係ないことを「シャーシャー」と言ってますねつまりこいつ答えがないので答えがないから半語なんですいいかい、ね、答えがないから半語なんだとちゃんと意識してくださいつまり「なぜしないのか」っていうのがもちろん直訳ですが ということは何かをするべきだとしたらいいじゃないかとで何するんだっていうと「知ろうとすべきだと」といやこれなであとは何を知ろうとするのかって言って「えー、how to die」なんですがまあねみんな知ってるとは思うんですけど一応確認のために確認言っておきましょう。<coughs>